はようございます。今日4月の29日木曜日でございます。昨日のね続きをやっていこうと思うんだけど、ちょっと朝いろいろやっておりましたら、もうすぐお昼なんだけど、まだお腹空いてないからちょっとお昼後でにして、昨日買ってきたねやつ、まあ組み立てていくので、どれぐらいちょっと時間かかるかわかんないけど、そんな難しいことをやるわけじゃないから、とりあえず材料切って組み立てていく作業をねやっていこうと思います。それではこのねブラウンにもともと色塗りされてるフェンスのボードなんだけど、これ6フィートなんだけど、ここの角のとこピッて切って、まあ切らなくてもいいか、なんか切れない人もいるみたいなんだけど、どうしようかな。一応6フィートだから3フィートと6フィートのやつで作って、四角をね、長方形の四角を作るんだけど、3フィートかける6フィートにするので、それをちょっとやっていこうと思います。はい、この部分は切り終わりました。あとはね、こっちの長いやつもちょっと切りたいから、サイズ測ってじゃんじゃん切っていこうと思います。あとこれもだね。はい、一通り材料を切り終わりました。ここのやつもね、でちょっとこれからね車屋さんに車を落としに行かなきゃいけない、すぐそこだからね、とりあえずちょっと行ってきます。はい、お家帰ってきました。もうパパッと行ってきたんだけど、帰りにねあのハードウェアストアでネジだけ買ってきました。家にあるやつ使えるんだけど、場所によってはちょっと短いのが必要だったので、短いやつね買ってきました。40本入りかな。したら組み立てていきます。これねいっぱい切ったので、これがまあ四隅に配置されるんだけど、でこれが両サイドのね短い方で、こっちが長い方なので、もう本当に簡単に長方形にね組み立てていくだけなので、行っていきましょう。ちょっと日がねだいぶ上に上がって影がなくなってきてるから、この辺でやろうかな。一つ完成しました。まだちょっと寝かせてないんだけど、このね突起があるので、これは一応地面に引っ掛けようと思って出してるので、こっちにはあっちに、なのでまあ倒すんだけど、とりあえずどんどんね組み立てていっちゃおうと思います。ちょっと日が傾いてきてね、西日になってだいぶ暑いので、ちょっと一旦休憩して、続きは後で、もうちょっとね日が沈んでからやろうと思うんですけど、4つできました。お見せします。じゃじゃーん、こんな感じです。ちょっと配置まだ決めてないから、仮置きっていうか普通に置いてるだけなんだけど、あとひっくり返してね向きは逆になるんだけど、あと2つをねこっちにするかの辺にするかも決めてないから、まあとりあえず仮置きです。はい、こんな感じで3フィートかける6フィートの花壇をね作りました。ただちょっとねこのボードが若干ね薄いからね、もしかしたらサポートの木を入れなきゃいけないかもしれないんだけど、まあその辺も後でやろうかなと思うので、はあ、めちゃめちゃ暑くなってきたからちょっと休憩します。はい、全部組み立て終わりました。とりあえずこんな感じで設置したんだけど、ちょっとでも中が広すぎるよね。まあ真ん中もね後々やろうと思ってんだけど、時間、そうそうお散歩の時間ですね。はいはいそうなんだけど、これをこう外じゃなくてこっちの中にやるのもありかなと思って、ちょっと細長くはなるけどどうかな、ちょっとやってみて先生と相談してレイアウトはね決めていこうかなと思うんだけど、
とりあえずこんな感じでございます。で、土とかはもう2つ分しか買ってないから、とりあえずこことここで先にやろうかなと思って、で、この辺はまあ後々めっちゃ泣いてますけど、その後々ね、やっていこうかなと思ってます。いろいろレイアウトを試行錯誤してみたんですけど、結局なんかこんな感じで落ち着いたので、ちょっとね、後ろに下げました。手前にね、寄りすぎだった感じがしたので、なんか手前にちょっと余裕ができたかなと思うので、本当はね、ここから始めようと思ったんだけど、結構後ろに下げましたね。まだまだね、スペースあるからね、後ろの部分も、この真ん中かの部分も一応あのプランは考えてはあるんだけど、まあそれは本当に、うん、そうだね、まだまだ後々って感じかな。なんかね、今木がすごく高くなってて、この木はすごい安く買えたんだけど、あの普通の 2x4 の8フィートとかのやつが、去年まで2ドルだったのが今年7ドル、今ちょうどね7ドルとかになってて、めちゃめちゃ高くなってるんですよ。でね、そうだから、あんまりいろいろ作りたくても作れないので、まあとりあえずガーデンベッドはね、すごい安い、このフェンスのね、ほど安く買えたから、まあ良かったんですけど、はい。なのでとりあえずこんな感じかなと思います。まあ今日は一通りあの作り終わって、とりあえずその作る工程で終わりかなと思うので、あとはね、この土入れたり、あとはあの買ってきたこの何だっけ、 2x3、 ここにちょっとゲートを作りたいんだけど、まあそれは明日かな、明日か明後日か、今日はもうちょっと日が暮れちゃったのでね、はい、そんな感じでございます。ということで、ガーデニング始めました。1日目2日目、 1.2 日目ぐらいか、 1.5 日目ぐらいかな、はい、1日かけてガーデンベッドを作りまして、とりあえず今日のところはこんな感じで終わろうと思います。今日の夜ご飯はひき肉があるからタコライスにしようと思って、今ね、ビーンズをね、朝からもう水に浸しておいたので、このね、ドライビーンズ買ってあったから、今ね、メキシカンビーンズを作っております。長い時間煮込んでおりまして、やっとできてきたかな。めちゃめちゃ時間かかるからね、ちょっと大変なんだけど、できたら美味しいからね。はい、できました。今日もね、レタスで持っておりますけど、あの下にちょこっとなんだっけ、ご飯とあとビーンズがね入っておりますので、この間買ったコストコの同じソースでございます。ということで、いただきます。はい、ご飯食べてゆっくりしておりまして、もうすぐ10時ですね。今日はちょっともうね、一日中作業してたので、お昼ちょい前ぐらいから始めてね、なんだかんだ夕方過ぎぐらいまでやってたので、まあ大したことはやってないんだけど、うん、切ってネジでね止めただけなんだけど、まあ、かける6あったし、その木にさ、木がこう割れないように一回こう下に穴を開けてからネジを打っていくので、その二度手間じゃないけどね、作業がまあなんていうの、2回やらなきゃいけなかったので、その分ね、ちょっと大変で時間がかかったのでね、まあでもとりあえずやりたいのは一通り今日やりたいなと思ったことできたので、まだまだでもちょっと完成はしてないから、まあ明日か明後日ちょっと続きやって、完成したらね、またお見せしようと思います。で、手前の2つは一応土入れて使おうかなと思ってるんだけど、まあお花もちょっとね、なんかホームセンターとか行ってみて、どういうお花がいいのとか、私知識も全然そんなないから、そんなになんだろう、ガーデニングの経験も全然ないし、あのうちのね、お母さんはすごいね、ガーデニング好きで、あのいろいろお花のこととか詳しいんだけど、私はね、全然そういうタイプではないのであの観葉植物とかはね、すごい好きだから育てて、まあ一応勉強というか、まあ、YouTube の動画見たりとかして勉強してるんだけど、いかんせんね、ちょっとね、気候が違いすぎるので、アリゾナは本当にアリゾナのガーデニング方式っていうのかな、やっぱあると思うので、こう砂漠気候にあったね、植物とか、まあ、そういうのもまたちょっと勉強してしていこうかなと思ってますので、まあホームセンターに行ったら大体そのアリゾナに適したあのお花だったり草が売ってるので、まあそれちょっとピックアップして花壇ね、植えていきたいなと思います。で、あの防草シートが一応うちにね、まだあるので、あのウッドデッキで使ったやつがまだ余ってるから、それを
下に敷いてそれから土入れようかなと思ってます。で残りのあと4つは、まあ、今年やれたらやりたいけどこれから暑くなるからね、今から植えるっていうのもあれなのかなと思うから、まあちょっとさ、あの暑さが和らぐ、そうだな、10月11月ぐらいまで、まあ、ちょっと空のままかもしれないけど、まあ、その他の部分もまだねちょっとね、あの奥の方にねやりたいなと思ってることもあるので、まあ、できたらいいなと思っております。はい、そんな感じでもうね体がすごいね、あのほこりまみれというか木くずまみれな気がするのでね、そこからあのお風呂入りたいので今日はちょっと早いですけど、今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また次回のビログでお会いしましょう。バイバーイ。